皆さんこんにちは、やすさんでございます。本日はですね、こちら光サロン宝塚小林様に来させていただきました。こちらですね、月曜日から金曜日まではショッピングリハビリというねデイサービスの施設なんですが、土日に関しましてはですね、こちらの広いスペースを貸し出しされているということでございますので、本日は私やすさんがですね、こちらのフリースペースをお借りしまして、先日購入しましたソロキャンプ用のテントをね、試し張りしてみたいと思います。それでは早速ね、テント張ってみましょう。さあ、それではですね、早速こちらムーンライト1型のテントを張ってみたいと思います。さあ、中開けてみました。こちらがテント本体とフライシートね。で、これがペイフでしょ。で、こちらがフレームになります。じゃあこれで早速組み立てていきたいと思います。はい、こんな感じでですね、すぐフレームはね完成しました。見てください、もうフレームこれだけなんですよ。まあ、今日はねグランドシートも何も敷いてませんので、本当にね何もややこしいことはなく、はい、こんな感じ。これから、まあ、テントをね吊り下げていきたいと思います。さて、じゃあ続きいきましょうか。じゃあこちらのフックをまずかけて、で、あとね四隅ね、これあるでしょ、これを四隅のフレームに差し込んでいきます。はい、今ね四隅にね差し込みました。四隅のフレームにピンを差し込んだとこです。はい、こういう感じになってますね。さあ、次はですね、屋根の部分にこちら輪っかのゴムをかけます。ちょっと片手でね、やりにくい、ちょっと待ってくださいね。そう、こうやってここにかけて、ちょっともう一個、ちょっと待ってくださいね。こういう感じです。こういう感じで、次後ろ部分も同じようにします。これですね、この輪っか、こちらをちょっとね、あ、動いちゃうね、これ手で打ってないからね。はい、同じようにこっちでかけて、めちゃめちゃ硬かった。はい、これで OK ですね。これで本体部分 OK です。で、この後にフライシートをかければもう完成。めっちゃ早いでしょ。こちらね、ムーンライトテントの由来の通りね、ムーンライト、月明かりの下でも簡単に設営できるテントということで、まあ、こうね簡単なテントになったわけでございます。さあ、それではですね、フレームの上からフライシートをかぶせてみました。こんな感じです。もうだいぶねテントっぽくなってきたでしょ。で、もうあとは固定して終わりになります。じゃあまずね上部から、はい、こちらですね、こちら、これをまず差し込む、よいしょ。で、あとは横を固定していきます。横と後ろね、前後左右を固定、はい、ということで見事に完成しました。まあ、今日はですね外じゃないのでペグがねちょっと打てないので、ピーンとは張ってないですけども、はい、こちらでテントのね設営が完了しました。まあ、こちらがねムーンライト1型、モンベルのムーンライト1型ソロキャンプ用のテントになります。まあ、1人しかね入れないということで、若干ね可愛いテントになってます。じゃあ早速ね入ってみましょうかね、せっかくなんで。はい、今ね
両脇を留めてみました。じゃあ早速ね、開けてみましょう。はい、開けてみました。ちょっとね、一瞬ね、どうなってるのかちょっとわけわからなくなりましたけど。なんでやねん。さあ、ちょっと入ってみましょうかね。よし、じゃあ入ってみます。よいしょ。あー、なるほど。おすごい。あ、ここもね、入れるんやね。ほらね、ここね、うん、あー、いや、ほんとありやな、一人用やな。おおおお。あ、サイドにね、ポケットありますわ。で、よいしょ。あ、おお、素晴らしい。あー、いいなこれ。あ、やっぱりね、ソロキャンプ用のテントですわ。これはいいわ。よし、オッケー。よし、よしよし、よし、さあ出よう。よいしょ、うよいしょ、よいしょ、よいしょ、はい、はい。というわけでですね、今回はこちらモンベルのソロキャンプ用テント、モンライト1型の設営をさせていただきました。今日はですね、こちら宝塚市阪急の小林駅からですね、すぐ近くにあります泉屋さんの3階にあります光サロン宝塚様で今回設営させていただきました。ありがとうございました。こちらですね、この広いスペースありますね。はい、こちらね、土日ね、スペース貸しされているということでございますので、撮影であったり、まあね、今回ねテント設営させていただきましたけども、さまざまな用途で使えるスペースになってますので、またあの気になった方はお問い合わせしていただければと思います。はい、それではですね、今回は私安さんがこちらのテントを設営させていただきました。ありがとうございました。じゃ早速ね、今度のソロキャンプで使ってみたいと思います。